南宮大社竹中市寺る樽町は、岐阜県西部の不和郡に属する町。美濃国の国府跡、市宮などの所在地として有名であり、古代から美濃国の中心として栄えた。中世には中仙道の宿場町、美濃の分岐点、南宮大社の門前町として栄えた。戦国時代に豊臣秀吉の軍師として活躍した。 竹中半米諸縁の地としても有名であり、菩提山城跡やその一族の竹中詩人屋などがある。また、関ヶ原の戦いをはじめ、上級の乱や南北朝道乱など天下を分かつ、合戦の舞台でもあり、古代から近世までそれぞれの時代に、ゆかりの史跡がある。地目別面積比、平成28年10月1日、現在森林園や32.61。 平方キロメートル農用地10.47、平方キロメートル宅地7.28、平方キロメートル道路3.33、平方キロメートルその他3.39、平方キロメートル大垣市西部から樽井町、滋賀県米原市にかけての人々は、樽井式アクセントという、京阪式アクセントの編集を方言として使う。方言学者の服部ト郎が初めて、樽井町で発見して命名した。 タルイ古くからタルイの泉で歌枕として多くの歌人に読まれていたことに由来。宮城、小屋大であり、南宮大社や聖武天皇が行幸した場所に由来。府中身の国府があったことに由来。あやど来人の監視と呼ばれるあやおる人々が集中したことに由来。氷砂来人のおさしと呼ばれる古代の通訳が集中したことに由来。栗原呉国からの来人である。 高原氏が集中したことに由来、岩手岩手氏がこの地を治めていたことに由来、もしくは岩の出っ張ったところに由来、現在150基ほどの古墳が見つかっている。松井治が脳内出血で急性したため町長不在期間がある。樽井駅新樽井駅跡東海旅客鉄道大垣駅関ヶ原駅間の東海道本線の廃線町内を東海道本線が通過しているが、 上下線で離れている。長域北部を通る下り本線は現在では、貨物列車や特急列車のみが通行し、普通列車は、長域南部の上り本線に並行して敷かれた、軽井線を通って、軽井駅に至る。保育園、幼稚園、認定子ども園、主な企業役所、警察消防スポーツ施設、文化施設、病院姉妹として、京都市長、倉山。 誠全員相川恋のボディ生優へ太類、引山祭り、谷崎純一郎が執筆に利用した、乱火亭は現在郡上市へ移築されている。ありがとうございます。